皆さんは中国がかつて水の都だったことをご存知ですか？江戸時代には船による物流、移動経路として運河が使われ、江戸の発展に大きく貢献していたのです。今回は日本橋の移り変わりをたどりながら、水の都中央区の歴史を紐解いていきましょう。今回中央区を散策するのは、中央区文化財サポーター協会会長の黒野さんと、第28代中央区観光大使ミス中央の滝さんです。これから日本橋へ続く日本橋川へ入っていきます。東京はすごく運河が多いんですけれども、こういった運河っていうのはどうやって作られていったんですか？特に中国は運河多いですよね。ご存知のように、中国というのは埋め立て地です。で、埋め立て地ということは、必然的に水があったということ で、江戸時代は物を運ぶのは船だったわけですよね。で、中央に江戸城があって、そこまでにもう品物を運ばなければいけないということで、その水路を確保するために、運河といっても陸地を掘ったんではなくて、海であった、中央区の大半が海ですからね、それを埋め残した水路 としたということですよ。東西に膝のと南北に通った運河というのがかなりはっきりと分かります。こちらは明治40年代の中央区の地図です。多くの運河が張り巡らされていたことが分かります。今入ってますこの日本橋川というのは、それの東西を結ぶ主要な運河と、永代橋のたもとでもって、大きな船から小さな船に積み替えて、これを江戸城に向かって品物を運んだと。で、途中にいろいろなところで降ろすんですけどね、なんとか河岸、なんとか河岸って河岸がたくさんあります。江戸時代の話ですけどもね。日本橋川沿いには船から荷物を下ろす河岸が多く、江戸の物流の中心的な存在でした。日本橋に着きました、いつも見る日本橋とやっぱり下から眺めると、また全く違って見えますね。そうですよね。これ下から見ると綺麗ですよね。このアーチも綺麗だし、なかなかあそこの真ん中にあるリリーフなんていうのを見ることもできないし、二連のアーチっていうのは、そもそも外から見て、遠くから見て綺麗ですよね。そういう作り、それを意識してデザインされたんだそうですよ。それでこれ日本橋っていうのは、日本の五街道っていう道路、国道道路原標があるところで、上からは皆さん見ますよね。あの真ん中にプレートがあって、でそれですが、下から見るっていうことはなかなかないんですが、下から見たのもいいですよね。来年で100年、それでこれはその時明治40年、100年で一つも変わってないんです。変わったのは上に高速道路が通ったということだけで、橋そのものはそれから全く同じです。石も同じです。稲田石ね、それは余計な話で、石も同じです。見た格好も100年前と全く同じです。両岸のこのカミソリ堤防だけは別ですよ。橋そのものは全く同じ。来年2011年に100年目を迎える現在の日本橋、石造りでありながら現代も使い続けられている、その高い建築技術には驚かされます。江戸の絵などを見ると、木造の橋は、太鼓橋ですよね。じゃあなぜ太鼓橋になってるかということ、当時水運というのは動力はもちろん 手漕ぎと帆ですよね。で、帆ということは船の大きさに比べて帆柱が高いですよね。そうするとそれが当たらないように、比較的大きな川のところには太鼓橋というのが多くなっていると。
江戸城を作るための物資もここ日本橋川から荷揚げされていました。そして東京湾で獲れた新鮮な魚、いわゆる江戸前の魚は庶民の食卓に欠かせないものだったのです。日本橋のたもとには当時を物語る記念碑が建てられています。こちらはどういった場所になるんでしょうか。あ、ここはね、これ読んで分かるように、はい、日本橋魚河岸跡っていう、跡関東大震災でなくなったんですが、はい、それまではここが魚河岸跡、ここに見てもらうと、あ、たくさんこのところの先がね、ずっと魚河岸なんですよ、はい、日本橋魚市場発祥の地を表すというとことですね。皆さん勘違いするとね、築地の方がというけど、はい、築地は昭和10年から、築地に移ったんで、はい、それ以前はここです。もうずっとこちらで。この箇所ね。記念碑がある日本橋川沿いが当時魚河岸があった場所です。はい、魚河岸だから、はい、水の神様というか竜宮城があって、はい、乙姫様があるということになってここに。でこの後ろには魚ですよ、はい、本当ですね、はい、魚が乙姫様、はい、で魚を表していると、江戸東京湾から船に積んで、はい、ここで荷揚げをしたと、この角ですね、ここで荷揚げをしたという場所なんです、はい、徳川家康は摂津から漁民を佃島に呼び寄せ、幕府へ新鮮な魚を納めさせていました。後に上納する残りの鮮魚を江戸住民に販売するようになったのが日本橋魚河岸の始まりです。日本橋竜宮城の港なり、まるで竜宮城の魚が日本橋に集まったようだったことから読まれた川柳です。それほど日本橋の魚河岸は活気にあふれていたのです。この町のことを言うとすると、はい、鰹節屋さんとか、はい、海苔屋さんとか、うん、包丁屋さんとか、天ぷら屋さんもそうです、寿司屋さんも、佃煮屋さんもそうです、はい、全部魚に関する、はい、うん、お店がここに何百年も続いてたという証拠なんです。江戸時代、運河から運ばれる品々は日本橋で荷揚げされ、周辺には大きな問屋街が作られていました。かつて魚河岸があった日本橋には魚に関するお店が多くあったのです。中でも鰹節で有名な人弁は、創業元禄12年、300年以上も続く老舗中の老舗です。ちょっと試食をさせていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。いただきます。ちょっとすごい香りがもうここで、うん、あ、すごい美味しいです。あの口に入れた瞬間、香りがふわっと全体に広がっていく感じがして、すごく美味しいです、ね、あの運河とかがたくさんあるから、こういった鰹節の老舗などができていたんですね、はい、続いて訪れたのは中央区の歴史を学べる郷土天文館タイムドーム明石。こちらに運河にまつわる貴重な資料が展示されています。さっき日本橋川上がってきましたよね、はい、それで橋のたもとに魚河岸があったという話したんですが、はい、それで、毎日毎日あそこで魚が上がるわけですが、はい、江戸の徳川家として見れば、はい、タンパク源として魚が必要なわけですよね、はい、で特に11月から13月の間は、はい、まあ、あなたこれ見れば分かるでしょうけれども、はい、午前白魚箱、うん、白魚箱、うん、はい、佃島って書いてあるわけ、はい、佃島、うん、はい、これはどういうことかというと、佃島の漁師が東京湾で取れた白魚を日本橋まで船で持ってきますね、はい、それからこれにこの赤い箱ね、あ、一升生きた魚、あの白魚が入るわけですよ、はい、それを今度はこっちこう蓋開けると、これがそっくりまた入るわけです、はい、入ってここに
こう刺す棒を刺すところがあるんですがね、はい、これが両方にあってそこに棒を刺して、はい、あの飛脚が飛脚してるでしょ、はい、と同じような形でもって毎日毎朝毎朝、はい、献上水届けて、うん、その時の箱です。実物です。あ、本物、うん、レプリカじゃないです。本物です。あ、すごい。運河を使った水上輸送は江戸の町の繁栄を支えていました。しかし江戸末期には陸上輸送が物流の主流になるとその役割を追われることになるのです。日本橋も交通の要としてその姿を変えていきます。この橋になる前、これは明治44年に作られた橋なんですが、平らになって、それでもう一つ前の明治6年に建て替えられたんですが、その時から初めて平らと比較的緩やかなあの平らな橋というふうになって、陸上交通がだんだん発達してくるわけですよ。そうすると車ありますよね。人力車も牛車も馬車も、それから鉄道までは行かないんですが、そうすると太鼓橋ですと登りきれない。そうすると下るときも危ない。太鼓橋では対応しきれないので平らになった。ですがこの平たくなった日本橋ってこれで2つ目です。この橋と明治6年の橋だけ。太鼓橋から平らな橋へ、日本橋は水上輸送から陸上輸送へと変わった象徴でもあったのです。そして利用されなくなった運河は次々と埋め立てられていきます。こちらは現在の中央区の地図。色がついた部分は埋め立てられた運河を表しています。これが現在の姿です、はい、現在です、ね、で、うん、現在、はい、それでこの水色に残っているところが、はい、今も川で運河であるというそうなんですよね、はい、どういう順序で埋められたのかと、はい、するとこれが関東大震災の時に、はい、埋めたと、はい、これですね、赤いところね。でそれ以外のところはまだ水色だった。でその次に、はい、戦争がありますよね、はい、第二次世界大戦で、第二次世界大戦のとが終わった後に瓦礫が出ますよね、はい、瓦礫っていうのは燃えたものとか残骸、いわゆる瓦礫ですよね、はい、でそれとまた必要なくなったということで埋めていったのがこの緑色のところ、はい、これもかなり多いですよね、はい、いろいろ30軒分の中特に瓦礫で埋め始めたと、はい、いう話が出ある。でその次がオリンピックで、はい、その時に出たのが全部この黄色い線、はい、その上はこれで、そうですか、この下はみんな運河ですよ、うん、ここも築地川、はい、ほとんど埋め立て。そう、かつて運河だった場所は今どうなっているのでしょうか。今建物あるでしょ、はい、これも外堀川を埋めて建てて、あ、上が高速道路になる、はい、そういうところです。ちょっと想像つかないよね。想像全くつかないです、ね、そういうところなんですよ、はい、東京オリンピックが開催された昭和39年頃には千代田区との境にある外堀川が埋め立てられ高速道路が建設されました。運河が道路へと生まれ変わることで中央区はより発展することになるのです。今日一日回りました、はい、どうですか、感想を聞かせて。はい、はい、うん、ですね、中央区そして江戸の発展と運河の存在っていうのが切っても切り離せない関係にあったんだなってことを実感しました。普段当たり前のように日本橋を歩いていたんですけれども、今日船に乗って下からこう日本橋を見上げるとまた全く違った景色が見えてきて、またお話をたくさん伺ってなんかちょっと昔にタイムスリップしたような気分でした。それは良かったですね、はい、今日は本当にありがとうございました。楽しかった、ありがとうございました。中央区の発展に欠かせない存在だった運河、その面影は少ないものの、当時に思いを馳せればいつもの街が違って見えてくるかもしれません。皆さんも
時には水面を眺めてみてはいかがでしょうか。